どうも、くまです。AK-74M のオリエンタルレッドを使って、クイックマッチ潜っていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ AK-74M 自体は私2本持っていて、まあどっちもね、元メイン武器ということで、まあ今回手に入れたこのオリエンタルレッドも結構使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、性能差はないですね。弾数がやっぱり、このフォーチュンスターのやつがプラスにされてるだけで、他は性能差ないみたいですね。それでは潜っていきましょう。どうも、クマです。クイックマッチイベント30回のですね、第7戦目やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ気分を変えてね、ちょっと XCR 使ってたんですが、なかなか20キルできなかったので、気分転換に AK-74M を使ってやっていきたいと思います。そしてすごいっすね、味方ゴールドスター初めて見た。ちょっと名前が見てなかったですか。いや、 AK-74M オリエンタルレッドかっこいいな。いいっすね、 74M はやっぱり。てかやばいな、使ってみたシリーズ今日一気に上げようと思ったんですが、なかなかスコア20が取れない。さあ当たってるんですが、最小点。ああ頑張ろう。エイム練習させてください。頭ない。オッケー。まあ、ちゃんとね、ボム切りも含めてやっていきたいんですけど、ね、やばい、下手くそだな。まあまあまあ、最初はこんなもんですよ。手榴弾投擲。S ケースだ、いいな。手榴弾投擲。隊長に肥料飛ばしていきましょう。ナイスボン。うわ、ナイスボン。うわお。あ、なんか 74M の方が使いやすいな。ナイスボン。ここはあんまり強くないな。もうスコア8と、まあ、ボムの影響が大きい。
お、パラの NC エディションとは珍しい。集団集団投擲回収して、しっかり回収して、16.5、 なかなかいいぞ。20いけるぞこれ。投げて、しかし19、ラス1キル。おお、 AK74M 一発で、まさかの一発でクリアと、素晴らしい。はい、できない。20いきましたね。よかったよかった。7回目にしてまず1本。 OK。結局20から伸びずでしたが、まあ20切れずに進んでますね。いや、 74M やっぱ使いやすい。うん、初心者におすすめですね。私みたいな初心者でも一応スコア20は取れるので。それではご視聴ありがとうございました。